長崎の今をしかとご覧あれ。身近な長崎。5月は消費者月間です。近年デジタル化に伴う新たな消費者トラブルが増加しているそうですよ。特に SNS をきっかけとした消費者トラブルが増えています。令和3年度の相談件数は全国で5万件を超えていて、20代からの相談が一番多くなっています。去年の4月から成年年齢が18歳に引き下げられたことで、若者の消費者トラブルが増加傾向にあるんだ。そこで県は若者への消費者教育に力を入れているよ。詳しく調べてきてもらおう。みさごろうさん。みさごろうでござる。今回訪れたのは長崎市にある長崎大学。新入生を対象に消費者トラブルの事例や注意点について講座が開かれているようじゃ。まあ、癖としてね、人の習慣としてネットショップをするならば、最終確認画面はスクショを撮るぞというふうにしてやるといいかもしれないね。どこでトラブルが起きるかわからないので。若者が注意すべき消費者トラブルとはどんな内容かの。令和4年10月までに全国の18歳、19歳から相談が多かった内容がこちらです。脱毛エステなどの美容関連で SNS 広告を見てお試しのつもりで店舗に行ったが高額な契約をしてしまったなどの相談や、マッチングアプリなどで知り合った相手が業者から雇われた桜で様々な名目で料金を請求されるトラブル、誰でも簡単に稼げるなどといった話で副業などに誘われる儲け話トラブルの相談が増えています。こうした様々なトラブルに巻き込まれないよう注意が必要じゃ。18歳から保護者の同意がなくてもクレジットカードを作ることができたり、ローンを組めるようになりました。その一方で保護者の同意がなかった契約を取り消すことができる未成年者取消権は使えなくなりました。契約を結ぶ前に契約内容をしっかり確認し、本当に必要な商品やサービスかどうかよく検討することが大切です。学生に講座を受けた感想を聞いてみよう。インターネットとかで買い物するので、そういう消費者トラブルには気をつけたいと思いました。先輩から誘われたことに対しても冷静な判断力と、あとは断る勇気を持つことが大切だと今回の講演で分かりました。はい。実際に長崎大学内でも起こった詐欺などの事例も教えていただいたので、今回の講演を生かしてその判断力とかをこれから養って大学生活を送れるように頑張っていこうと思います。万が一消費者トラブルに巻き込まれた場合は消費生活センターに相談を。センターでは商品やサービスなど消費生活全般に関する相談を受け付けており、専門の相談員からトラブル解決のための具体的なアドバイスを受けることができるのじゃ。相談窓口がわからない場合でも消費者ホットライン188に電話すれば最寄りの消費生活センターにつながるので、いやいやをしっかり覚えておこう。ここで一句。おかしいと思えばすぐに相談を。広告や勧誘の言葉を鵜呑みにせず、慎重に判断しなければなりませんね。そうだね。契約や買い物はしっかり考えてからしよう。しかだけに。